これからパーソンズ、明日へ挑戦する広島のこれからパーソン、今日は畑君代。せや、準備できたら一回集まろうや。はい、集まってから。サッカー部監督畑君代47歳、去年から広島県立安芸南高校のサッカー部を指導している。高校だけでなくアンダー16日本代表のコーチも務める。指導者としての信頼は厚い。畑の名を決定づけたのは2006年、県立の進学校を10年かけて日本一にした。その手腕に誰もが驚いた。基本的には子どもたちが自主的にこうやっていくっていうのが僕の指導法ですよね。だから指示命令型じゃなしに、やっぱり任せる、そして考えさせる、そういった形が僕の指導法の一つですよね。グラウンドでは技術的な指導も戦術も語ることはない。しかし選手に絶えずかけ続ける一言がある。遠くの選手が感じてる？感じなきゃダメよ。川村君感じてますか？ここが大事ですよ。一人一人のこう絆っていうかさ、ネットワークがすごく大事だから、もっともっと感じ合おうや。自分のこの五感とかこううまく触覚をね、出しながら、やっぱり感じながら相手よりも早くやっぱりやっていかなきゃいけない。そういった意味で感じるっていう一つのキーワードで子どもたちには結構投げかけてますよね。感じてほしい。それはグラウンドだけではない。60人の部員全員とサッカーノートの交換を続ける。僕はグラウンドの中で一人に必ず一言声をかけてあげたいんだけど、あまりにも多すぎてなかなか声がかけれないんで、ノートを通じればみんなにこう声がかけれる。指導者になって16年、大切にしている一文字、これからにつながる一文字。昔から信頼と絆っていうのがすごく好きでですね、絆っていうのは人と人との この結びつきの中でやっぱり頑張っていけれるというふうに思ってるので、やっぱりそういった形で今のチームも指導してますし、僕の大事にしているところの一つですね。